やっぱり柱が来てたのね。あの方に喜んでいただけるわ。なんてまがまがしい匂いだ。力がさらに増している。うるさいわね。許さないぞ。こんなことをしておいて。醜い人間に生きてる価値ないんだから、仲良くみんなで死に腐れろ。火の呼吸の選ばれた使い手は君のように生まれつき赤いあざが額にあるそうだ。いいえ、進次郎さん、この傷は生まれつきのものじゃない。俺はきっと選ばれた使い手ではないのでしょう。選ばれたものでなくとも、力が足りずとも、人にはどうしても引けない時があります。俺は絶対許さない。失われた命は回帰しない。二度と戻らない。なぜ奪う？なぜ命を踏みつけにする？何が楽しい、何が面白い、命を何だと思っているんだ。どうしてわからない？どうして忘れる？細胞の記憶。人間だったろう、お前も。ごちゃ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 うるさいわね。昔のことなんか覚えちゃいないわ。美しく強い鬼は何をしてもいいのよ。ガエオビキリ。日の神神楽、尺骨炎陽。高度も上がってるのよ。首が切れるわけないでしょ。逃がさないわよ、醜いクソガキ。すごく遅いな。まばたきする間に帯は伸ばせるのよ。そんな一瞬でこれだけの距離をどうにかできるわけ。単純なことだ。今度はいける。切れる。咳が止まらない。苦しい息が。惨めよね、人間っていうのは本当に。